各馬収まって最後です。14番ベルラノーバ、ベルラノーバがゲートに向かいます。収まりました。スタートしました。10番のロードディフィート後ろからです。まず先行争い固まっていますが、6番グラニット先手を取ります。内から1番のメタルスピード2番手につけました。前2頭、あとはカルタゴが3番手、そして外からはピースリオン、スタニングサー、内に5番のマイネルエールがつけています。中段の前には3枠2頭リオスバリエンテ、セフィロが追走して、外は8番のアップストローク、これから3コーナーです。半馬身差2番の西野来光追走して第3コーナーをカーブ、あとは2馬身差11番のブルカーノです。そして3馬身差後ろ3頭は14番のベッラノーバが追走しまして、ブランデーロック最後方10番のロードディフィート、各馬 3,4 コーナー中間を通過しました。先頭は6番のグラニット、今日は逃げてリードが半馬身、そして2番手には12番のピースリオンです。外を回りましてピースリオンが差を詰めて第4コーナーをカーブ、今直線コースに向かいます。その後ろに1番のメタルスピード今3番手、あとは横に広がってスタニングスターを追い込んでくる、さらにはアップストロークも追い込んでくる。残り400メートル通過した。グラニット頑張っているが横一線になって、間から1番のメタルスピード、そしてこれを捉えて今度は9番のスタニングスター先頭か、外から追い込んでくるブルカーノ、そして外から14番のベッラノーバも追い込んでくる。おお、外から2番の西野来光も追い込んできて、スタンディングスターブルカーノ、外から西野来光だ、ゴールイン。外から2番西野来光、末脚切れました。1分33秒に一気に前を捉え切っています。2番手は内9番スタンディングスターか、差がなく最後4番リオスバリエンテも差を詰めてきています。